皆さんこんにちは、プロゴルファーの中西直人です。今回3月13日にですね、子供たちへの贈り物ということで男子ゴルフでですね、ジュニアたちを盛り上げたいと思っております。2月の27日までクラウドファンディングをやらせていただいておりますので、皆さんでトーナメントを作れればすごく嬉しいです。共に歩みませんか。ご支援ご協力よろしくお願いします。皆さんこんにちは、プロゴルファーの中西直人です。今日は梅里カントリークラブに来ております。場所はみんな知ってるよね。はい、正解、神奈川県です。で、さっきインスタライブでいくつか企画を皆様にいただきました。その中で一つ、確かにこれこういうのってなかなかね、もう本当僕のイメージの世界なので、それを伝えてほしいということだったので、ぜひその企画やらせていただきたいなと思います。コメントしてくださいました、視聴者の皆さんありがとうございました。それでは今日のテーマは、トップからダウンの切り返しにどうやって切り返してるのか、またどういうイメージでやってるのかっていうのをみんなにできるだけ、まあ言葉下手なんであれですけど、できるだけ分かりやすく文字にして鳥居さんがやってくれると思うんで、僕はできるだけ分かりづらく感覚のまま言いたいと思います。それでは皆さん楽しんでいってください。それでは試合。まあ、いつもレッスンの企画としてやらせていただいてるんですが、レッスンは正直もうみんな歩めてると思う。歩めてて今ちょうどみんな足踏みしている頃だと思う。それこそもう本当に初歩的なアドレスからテイクバックの指導ってどこからするのとか、とテイクバックってどこにないといけないの、トップってどうここやって開けるの、どういう風に切り返していくのっていう、本当にそういうところに来てると思います。なんですが、今日は本当に一つだけ、まあ、アドレスの指導と一気にそこまでトップもできます。そこからダウンスイングのどうやって切り返しているのっていうのをいきたいと思います。それでは行きましょうか。はい、まずアドレスはね、まあみんな知ってると思うんで、もう省略します。はい、構えます。でテイクバックね、こう足踏みするじゃないですか、まずアドレスの時って。でみんなね、固まっちゃいけないよ。こうやって固まってからスタートするっていうと、やっぱり体が緊張してしまうのでスムーズに上げれません。体が緊張してしまうとどこから上がるかというと、手から上がっちゃうからね。なのでアドレスからテイクバックに切り返しは、腹で上げる、そして背中を動かす、これがめちゃくちゃ大切だから、構えてリラックス、足踏み、これで重心感じて、重心ね、重心感じるよ、重心、重心感じるよ、これで。この時に手首も柔らかく使って、こうじゃなくて柔らかく、ふにゃふにゃ、こういう感じね。イメージとしてはこう尾崎直道さんとかジャンボさんみたいな、みたいなね、そんな感じ。もうそのぐらい柔らかく使ってほしい。でね、テイクバックいくよ。テイクバック、アドレスからテイクバック、この時にリラックスした状態で、さっき言ったよね、腹筋と背中を動かす、腹筋ガーってこう、こことここの、ここと股関節とここの、この筋肉、もう感覚の話やからね今日、ここを斜めにガーって動かすイメージと、背中のこの軸あるでしょ、背軸を、背中も背面を動かす、背中を、腹はグワーってこう、グワーってこう動かすのと、背中はもっと大胆にグワーって動かす、これをまずすると、そうすると手っていうのはリラックスしてるから少し遅れます、イメージ的な問題で。まあ実際に遅れてるよね。でスンッ、トップまで上がる。でこの腹筋と背中を動かすことによって、一番いい状況が起きます。それはね、目標方向の真反対に胸が回る、勝手に回っちゃうので、やっぱりここが手先で上がってしまうと振り遅れになるから、だいたい手で上げる人っていうのは右の膝ロックしてます。なので右のケツに向かってプレッシャーかける。でこれがトップです。
ここまで来たら OK です。でダウンスイング、ここからですよね。みんながイメージしたいのはここがすっごく大切。これね、めちゃくちゃいい質問をしてくれたなって思ってます。球に力を伝えないといけない、球にパワーを伝える、圧力を伝えるにはめっちゃ大切なんです。ここ何かというと、ここで大切なのはケツの位置、そしてお腹、頭の位置です。トップをしたら次僕が意識してくるのは、右のケツに体重乗ってるってことは左足はちょっと上がってるわけですよ。ここからまず着地して頭の位置を変えずに手を少し遠いところにグワッてこうねじってくるわけですよ。でここで足降りて頭入れて頭の位置を変えずにグワッて下ろしてきながら手は遠く来ながら来ると左肩がね上がってこない。頭の位置が変わってしゃがんでしまうと上がっちゃうから、なのでここの右膝が絶対に出ないように、出ないように頭の位置を変えずに右膝出ないと自然とちゃんとパワーを伝えやすくなる。そうすることによってケツの位置もキープできると。こうしゃがんでしまうとケツの位置ができないからね、パーンと。なので僕のイメージはそういう風にやってます。あとはテロップ任せ、はい。なので分かりやすくちゃんとテロップしてくださいね。ダメなやついくよ、ダメなやつ。これ僕もそうなんですけど、こうしゃがんでいってしまうと、打つ瞬間にしゃがむと起き上がってくるから、ダメなやつはこれ。ダメ、いい例は、こんな感じで、ぜひ皆さんやってみてください。頭の位置大事だよ、お尻の位置めちゃくちゃ大事。ぜひ皆さんその辺も意識して、悩んだ時に一歩歩めるような動画にしてもらう、きっかけにしてもらえたらなと思います。それでは皆さんいってらっしゃい。